おい。こんなところで何やってる？何って、あんたを探して外に行って、それで、あ、探したって、どこだ？隣町と、あと、その隣と、その周辺と、森と。夜中にそこらを走り回って、あげくに火も入れずに寝てたってのか？はい。ちょっと。風呂を沸かしてくる。とりあえずそれをかぶってろ。そのままでいたらぶっ倒れるぞ。ぶっ倒れる？自分で気づいてねえのか。体が冷え切ってる。あんなところで寝るからだ。バカが。あんたが帰ってこないんじゃないかと思ったから。今まで帰ってこないことはなかっただろう。でも
ずっと俺のこと無視していないものみたいに扱ってたから、だから不安で、あんたが勝手にしろって言ったからそうしてるけど、俺がいるのそんなに鬱陶しいか。俺あんたに会えて本当に嬉しかった。あんたも俺と同じだろうとか、そんな能天気なことまでは考えてなかったけど、でもやっぱりずっとこの状況なのは辛い。さすがにもう限界だ。いらないならいらないって言ってくれ。そしたら諦めるから。お前を拒んでいるわけじゃない。ただこれは俺の中の問題だ。冷静に考えてみろ。お前を散々いいようにしてきた俺が今更どうしてお前に触れられると思う？変なこと聞くけど、後悔してるってことか、あの時のこと。後悔とは少し違う。あの時俺は自分がやるべきことをやった、それだけだ。だがそれはあくまでも俺の話だ。お前には関係ない。巻き込まれた側からすればたとえ俺を憎んだとしてもおかしくはない。それほど俺は仲間と家族の仇を取ることしか頭になかった。それ以外の一切を排除していた。
あの時俺はお前を道具として使い捨てるつもりだった。知ってたよ。気づいてた。もともと長く生きるつもりもなかった。だから周りにどう思われようと憎まれようとも構わないと思っていた。お前のことも道具としてしか見ていなかった。いや、見ようとしなかった。お前の能力を知った時、好機が巡ってきたと思った。復讐を果たすための有効な切り札が手に入ったと。この機を逃す手はねえ。道具として扱いやすくするために俺はお前を力ずくでねじ伏せてその意志を潰そうとした。でもそうしなかったよな。どうして？以前にお前からは俺と同じ匂いがすると言ったことがあるな。俺と同じ死の匂いがすると。前から思ってたことがある。お前からは俺と同じ匂いがする。生徒は真逆の匂いだ。俺はお前の中にいるもう一人のお前に会ったことがある。お前が意識を失っている時にそいつが出てきた。もう一人のお前からは死の匂いしかしなかった。全てを壊し、果てには自分をも壊そうとする。お前とは違う。全てを破滅させるための死だ。俺にはそれが死を操り、自分自身も死になろうとしているように見えた。そして誇張されてはいたんだろうが、あの人格もお前の一面なんだろうということを知った。破滅のための死と解放して生かすための死、似ているようでその意味は全く違う。お前はその相反する二つの想念を一つの体に抱きながら生きている。それだけで俺には十分に想定外の存在だった。お前の存在そのものが俺に揺さぶりをかけ、最後には覆された。生きているというお前の言葉が俺を変えた。
やっと聞けた、あんたの言葉。俺、どんなことでもいいから、あんたの言葉が聞きたいって、ずっと思ってた。あんたからの、確かな言葉が欲しいって。そのために、あんたに会いたかったんじゃないかって、思うくらい。今のあんたは、嘘なんて言ってないって。本当のことしか言ってないって。わかる。ありがとな。もう寝ろ。ミンク。そばにいてくれ。じゃないと、俺、また外に出てくから。ここで一人になるより、その方がまだ、寒くない。本当にお前は世話の焼ける。だがその向こう水な無鉄砲さがあるからこそ、スクラップの力に選ばれたのかもしれんな。どういう意味だよ。自分で考えろ。まあ悪く言ったつもりはない。冷てえな。やっぱり風呂に入って寝ろ。これ以上は体に触る。嫌だ。お前自身のことだろうが。分かってる。でも嫌だ。あんたの気が変わったら困るし、それに。もし風邪ひいてても、あんたに移すから。どうしようもねえな。そうしたのはあんただろ。
そこまで言うなら責任でも取るか。そういや、お前は髪に感覚があるんだろうな。前はそうだったけど、今はほとんどない。なくなったのか。ああ、タワーが崩れてからだんだん。どうして感覚があったんだ。生まれつきか。わかんねえけど、生まれつきで肩より下まで伸びねえと感覚が消えなくて。そうか。お前の髪に感覚があるということは、触れた時の反応で気づいていた。分かってやっていたとはいえ、ひどいことをしたな。いいよ、今はもう。あのさ、なんだ。その目が本来の色なのか。前と違うから。そうだ、暗示遮断のためにコンタクトをつけていた。理想も兼ねてな。暗示遮断？光麻薬を使用している場所を出入りする機会が頻繁にあったからな。光の明滅を感知しにくい仕様になっている。そうだったんだ。
なんだ。な、あのミンク、触りたいんだけど。どういう意味だ。そのまんまだよ。それがどういう意味なのかと聞いてる。触りたいって、とにかく触りたいんだよ。あんたに触れたい。もう十分に触れてるだろう。そうじゃなくて、俺がどうしたいか本当は分かってるんだろう。それでもしらを切るつもりならはっきり言うから、ちゃんと聞けよ。俺あんたとしたい。勢いで言ってるだけじゃねえのか。違う。後で後悔するかもしれねえぞ。後悔？バカにしてんのか。さっきお前がここまで強情になった責任を取るかと言ったが、取ってやる。その代わり、お前は俺の自制心を壊した責任を取れよ。もう寝ろ。
ゆっくり眠るといい。これからも俺のそばで。ずっと。すげえ綺麗。
今朝の話だが、お前が起きてくる前のことだ。家族と仲間たちの眠る墓へ行ってきた。これまでの報告と神具を返すために。神具？キセルだ。俺たちの間では神聖なものとして受け継がれている。仇を討つまでは決して墓には立ち寄らず、また神具も肌身離さず持ち歩いていた。神具にはたくさんの大切な魂が宿っているからだ。だが故郷に戻ってきてからずっと俺は墓へ行くことができずにいた。どうしても行くことができなかった。本来であれば俺も皆のもとへ行くはずだったからな。それが今朝は自然と体が動いて墓へ向かっていた。俺は神具を返し、皆へこれまでの報告をした。それから皆のもとへ行くにはあとまだもう少しかかるともだ。ミンク、ようやく俺の第一の旅が終わりを告げた。今日お前とここに来たのは第二の旅立ちを始めるためだ。第二の？お前との旅だ。俺の魂はお前によって第一の死から解放された。次の死へと向かう旅をこれから始める。青葉。ついた扉をこじ開け。